ミステリーは何がおすすめ？ミステリーは実はペンギンリーダーズのシャーロック・ホームズがおすすめです。あ、そうなんだ、はい、それなんで？シャーロック・ホームズって多分難しいんですよ、本物を読むと、うん、でもペンギン・リーダーズは簡単にはしてありますけど、うん、シャーロック・ホームズ自体がそのトリックが面白いので、なるほど、ペンギン・リーダーズになってもその面白さは変わらないんですよ、うん、なので私は家にペンギン・リーダーズとシャーロック・ホームズ実はあって、それを何度も読んでます。あ、そうなんだ。結構、はい、ミステリーはおすすめだけど難しいものも多くないですか？逆にミステリーはもうペンギン・リーダーズみたいなサイドリーダーというか、はい、第二言語勉強してる人用に書いてる本でいいって感じか、はい、面白さが損なわれないと思うペンギンリーダーズになっても。ライフオブパイこの間なんかすごい語ってたじゃん、なんか。ライフオブパイも実は映画になっている本で、インド人の少年パイ君っていう子が家族全員でカナダに移住しようとしたんですね。インドのあれがいろいろ不安定になってきて、で動物は経営してたんで、動物と一緒に家族と全員で船に乗るんですよ。しかしもう出てすぐ家族と動物を乗せた船が沈没します。なので動物はすぐ出てこなくなるんですけど、パイは残ったシマウマとオランウータンとハイエナとリチャード・パーカーっていう名前のベンガルトラと4匹と1人で旅をしますっていう話です。お父さんとかも沈んじゃうんだ。全員沈みます。そうなんだ、はい、これは結構現実と空想の境界が意図的に曖昧にされている本なんで、まあ、漂流してるだけなので出来事はあんまりないんですよ。だからパイが考えたことが結構メインになるんですね。なのでちょっと難しいです。映画はすごく面白かったです。映画ではトラ1匹と人1人で2人でずっと漂流していくって感じですね、うん、面白そう。有名な作家ですけどとかすごい言ってくるじゃんか。どうして知ってるの、はい、私は高校生の時に幼少を好きで読んでる時に、例えば本って後書き前書き後ろの書評みたいなのがあるじゃないですか。そういうのを結構読んでました。そういうのを読むとこの著者有名なんだなとか分かるんですよ。なるほどね、はい、有名な何々の最新作とか書いてあったりするじゃないですか。そういうとこから情報を得てます。家庭の環境、それとも渋々の環境、両方？両方ですかね、うん、あとは母も結構多読を勧めてくれて、多読マガジンみたいな雑誌もあるんですよ。あるね、あるね、はい、古川明夫さんがね、それを1回だけ買ってきてくれて、うん、でそれにいろいろおすすめの本とかも載ってるんで、そういうのを見たりしてました。僕がすごく感じたのは、小泉先生みたいなタイプの人って受験の潔癖とか読むじゃんか、でほとんど知ってて、だからここのテーマのやつだけちょっと知らないからみたいな感じで覚えてるよね。なんか好きなテーマでやってるから、苦手なテーマとかだけ単語が抜けててみたいな感じで、潔癖すら結構ほとんど知ってる状態から入ってるなっていうイメージが。古典文学あんまりおすすめしないとかこの間言ってたよね。古典文学ってすごく言葉遣いが古くて読みづらいと思うんですよ。なのであんまりおすすめしないです。まあおすすめしないっていうのは別に好きな人は読んでいいけど、その受験的にはあんまり即効性がないよみたいなことだよね。でもアリス、アリスめちゃめちゃ好きで、不思議の国のアリスとか鏡の国のアリスは面白いと思います。全然古っぽくはないですよね、そんなに。こういうのもペンギンリーダーズみたいなサイドリーダーで読んでもいいかもしれないですね。そうですね、内容自体が面白い。確かに最近で言うとさ、アマゾンプライムで力の指輪ロード・オブ・ザ・リング始まったじゃんか、はい、ロード・オブ・ザ・リングはどうなの、レベル的に。ロード・オブ・ザ・リングは僕実はちょっと読んでたんですけど、うん、結構難しい。結構難しいんだな。ハリーポッターも結構難しいじゃん。難しいですね。あ、すごくハリーポッターと似てると思います。結構意外と読むのに苦労するというか、うん、ハリーポッターとかロード・オブ・ザ・リングはなんか読みたいなっていう代表作だけど、結構みんながそこでつまずく原因になる代表作でもあるよね。ハリーポッターはね、公認の時挫折したからね、うん、私も今でもちょっと難しいと思ってます。秘密の花園ってすごく面白いですよ。懐かしいね。私秘密の花園は日本語で読みましたけど面白かったんで、多分英語でも面白いですよね、うん、アリトルプリンセスっていう本は小公女っていう名前でも出てますし、それもめちゃくちゃ面白いですね。あと赤毛のアンとか若草物語とか、そういうのも英語で読んだら面白いんじゃないですか。あ、ドリトル先生の公開記、ドリトル先生絶対面白いと思います。超好きだった、はい、下敷き持ってたもん。メアリーポピンスとか、ね、あ、メアリーポピンス有名だね、うん、児童書なんですけどちょっと難しい。ウォーリアーズ、森で野生の猫4つの部族に分かれて共存してたんですけど、そこの均衡がちょっと傾いてきて戦いをしていくっていう普通のバトルものの猫バージョンです。めっちゃ面白そうですよ。面白いですよ。猫があの喋ってなんか生活して戦ってみたいな感じです。でしかも予言が下されて、ファイヤっていう名前の猫、こいつが部族を救うんだみたいな予言が出てくる、もうあるあるの話みたいな感じなんですよ。ナウシカ的なね。はい、そうです、そうです。その中に飼い猫暮らしにうんざりした猫っていうのがいて、でその子も森に迷い込んでくるんですよ。でその森の部族たちとその飼い猫暮らしにうんざりしたラスティとみたいな感じで話が進んでいくっていう。あとナルニア物語ですね。
面白いですね。映画にもなったね、はい、見たね。映画で見てますけど、ハウルの動く城。そう、これ見てて、そうこの間ね、話しててびっくりしたんだよね、はい。原作はダイアナ・ウィン・ジョーンズさんで、ジブリではない。そうなんだ。そう。はい、難しいのかな。ちょっと難しそうですね。しかも、これちょっとハウルの動く城の映画をちょっと悪く言ってるみたいな本文が書いてあって面白いんですけど、映画よりも原作の方が筋がもっと複雑で、人物造形やユーモアあるやりとりもこっちの方が面白いということだそうなので、映画は多分簡略化されてるんですね、そういうとこが。まあ賛否両論あるもん ね、例えば、はい、スティーブ・キングのシャイニングとかも映画化したやつめちゃくちゃ面白いんだけど、 あれはスティーブ・キングがやりたかったシャイニングと話が違うんだとか、原作はもっとこうギフテッド的な話なの。なんか原作者とその作った人で割と人が違う時があるのよね。そうですね。でもジブリのはあれはあれとしていい作品ですもんね。ただそういうのちょっと思考が違う。読むことのメリットみたいなことを最後に締めくくってほしいな。7割ぐらい分かるレベルの要所を読むといいと言われてるんですけど、うん、簡単すぎると学びにならないし、難しすぎると読めなすぎてつまずいちゃうんで、7割ぐらいが一番伸びるって言われてて、でこういう要所を読むと辞書を使わずに流れを汲み取っていく力っていうのがまず一番つくと思います、うん、あとは単純に長文になれるっていうのもありますね。多分あんまり英語の長文って読まないと思うんで、確かにそういうのをスラスラってこう読めるようになるっていうのが一番のメリットだと思います。あとはこう読んでいく中で単語とか構文とか使われてると、あこういう風に使うんだっていう風に学びの定着の場みたいなのにもなると思います、はい、なので基本的にインプットですね。いろんなことをインプットできる。で要所を読む一番のメリットとして、多分あのネイティブの表現に慣れられるっていうのがあると思うんですね。で日本人が書いた問題集とかだと出てこない、教科書とかにも載ってないような表現って実はいっぱいあって、受験で出てくる長文とかってネイティブが書いた文であることが多いと思うので、慣れてないと読みづらいと思うんですよ。なのでこういう要所をたくさん読むことでネイティブの表現になれるっていうのと、あと英作文もやりやすくなりますかね、いろんな表現が身につくと思います、はい、じゃあ最後に要所を読みたいっていう高校生になんか一言、つまんなかったらもうすぐやめて次の本に行ってください。とにかく楽しんでください。ドン